協力し合って生きていくしか。止まれ。大声出すなよ。仲間がいる。私の仲間だ。同種だよ。なんだって？でもなんでわかるんだ？感じる。脳波のようなものを。初めてだ。だがわかるぞ。仲間だ。直線にして約200メートル。僕と同じような目に遭った人が他にも。右だ。右へ行ってくれ。新一。ああ。その先を左だ。向こうも気づいたようだ。どうした？行けよ。仲間ってひょっとして脳を奪われた人間なのか？かもしれない。嫌だよ。気持ち悪い。私は自分の正体を正確に知る必要がある。君にとってもこれは重要なことであるはずだ。分かったよ。あと20メートル。あの角だな。ん？食事中らしい。犬を食べてる？お前も失敗か。喋るなよ。お前は寄生する場所。俺は宿った動物に不満がある。逃げろ。走れ。早く。何なんだよ。行けって言ったり逃げろって言ったり。殺意を感じた。人間のままのお前を異常なほど警戒している。やる気らしい。ここで戦うぞ。戦う。新一が殺されたら私も死ぬことになるからな。来たぞ。そんな嘘だろ。いくらなんでもあれは。心臓。見ろ、くたばるぞ。やはり犬の内臓や消化器を流用して生きていたんだ。お前に仲間がいたなんて。頭の部分だけが本体だ。神経を支配して全身を操るわけだが、本体自らが翼などに変身したため注意力が散漫になり死角を作った。お前せっかく出会った仲間なのに。犬か。育った環境のせいもあるだろうが、不勉強なやつだ。だから私が勝った。